ディアタレントの高橋です。今日もスタジオ離れ BSB サテライトオフィスに来ています。いえめちゃめちゃ寒いです。ただちょっと僕今日楽しみがありまして、僕ね買い物しました、アマゾンで。で何を買ったかと言いますと、こちらです。これあのコミネの電熱ジャケットと電熱インナー買いました。というのは朝方ですね、バイクで移動することがありまして、めちゃめちゃ震えてしまいました。電熱の用品買ってみたんですけど、これねバイクのバッテリーから直につなげて、この電熱のズボンとジャケットが暖かくなるのか試してみようと今日ねやってきたんですよ。その様子をね見ていただけると思います。 VTR どうぞ。つま先までついてて、ね、こうもうジャージみたいな感じですね。でここにね電源バッテリーから取ったさジャックがありますね。でここにあるパーツをバッテリーで直付けするという作業になります。同じようにバッテリーのカサカサした生地のジャケットにバッテリーに直付けできるコードが入っています。これを着てねポカポカで帰りたいんで、早速バッテリーに接続してみたいと思います。ギアシートを外したら出てきましたね。これはこの本体のシートを外さなくても取り付けられそうな構造になってそうですね。それにしても物を入れるスペースが少ないですね。付属のこのパーツを赤プラスで黒マイナス、バッテリーの端子にはめれば OK という、めちゃめちゃ簡単な方法で暖を取れるということなので、早速やってみたいと思います。使うのはプラスドライバーでしたね。僕の車載しているツールチェックプラスを使ってやってみたいと思います。これパッていいでしょう。2番のビットで見ます。ドライバーのハンドルつけて、バッテリー外すときねマイナスから外すってことです。これねドライバーハンドルだとちょっとこう斜めになっちゃって回せないですね。ありますか、まっすぐ入りません、舐めてしまいます。そこでこれツールチェックプラスに入っているラチェットね、このかわいいちっちゃいやつ、これにしてやってみたいと思います。いけました。取れました。狭いけどこの耳がちょっとやりやすい。はい、取れました。いいよ、これこの電源接続ハーネスをねつけていきます。つけるときはプラスから、
クトまでつなぎ終えました。でこれに電熱パンツをつけてたり電熱ジャケットをつければあったかくなるということです。バッテリーへの取り付けも終わったんで電熱ジャンパーと電熱パンツ試してみたいと思います。着替えていきます。はい、もうすっかり夜も遅くなっちゃってお腹も減ってきたんですけど、コンビニのね電熱ジャケットに着替えてきました。このズボンもすごいんですよ、なんかこんな感じで。じゃあ早速ね本当に暖かくなるか着けてみたいと思います。いきます。で、パタやつみたいなので、ちょっと待ってます。この前にこうスイッチ。オン。オン。暖かくなってきました。つま先暖かくなっちゃう。つま先はかぶってやがったんだけど。まあ何か自分が暖かくなるだけですが、例えば自分は本当寒くないけどなんか友達がめちゃめちゃ凍えちゃってこれ貸してあげるよなんて時に友達のバッテリーから取れるような作業をしてあげたりすることで、まあ、友達が凍えたりしないのかなとかあったりとか、またはね彼女なんかが薄着できちゃってだよ。いや僕の洋服はあれかもしれないけど凍えちゃうよりいいよねみたいな、そんな話をしつつ友達のバイク、彼女のバイクにバッテリーとね、ハーネスを取り付けてあげて貸してあげるなんてこともできるので、やっぱり工具ってバイクにずっと好きだって思いました。やっぱり、ツーリングに出かける時には工具を持っていったらいいんじゃないかなと思います。今日はこのポカポカな気分でね、ポカポカな気分というよりもポカポカで帰るんで安全運転で、お家に帰りたいと思います。すみません、お元気で。